アウエルケルク教ヘンドリックヘンドリックファン、ナッサウアウエルケルクは、オランダ共和国の軍人。オランダ総督、マウリッツの諸子である、ベーフェルイート教ローデウェイクの次男。ナッサウハク及び、アウエルケルク教。イングランド王権オランダ総督ウィリアム三世はまた、重帝にあたる。英語では、名は、ヘンリー、アウエルケルクは、オーバーカークとも呼ばれる。ハーグで誕生して、 洗令を受けた。軍人として、ウィリウム三世を支え、オランダ侵略戦争で1674年のスネフフの戦い、1678年のサンドニの戦いに従軍した。1679年に神聖ローマ皇帝、レオポルト一世からナッサウ伯爵に助爵され、1688年にウィリウム三世に従い、イングランドへ上陸。 名誉革命で、ウィリアム三世が、イングランド王をウィリアム三世として即位すると、1689年に、シュメ頭に任じられ、ロンドンのダウニング街十番地に邸宅を構えた。大同盟戦争、ウィリアム・マイト戦争でも、ウィリアム三世に従軍、1690年のボイン川の戦い、1692年のステンケル家の戦い、1693年の、 ネイル・インデンの戦いに参戦した。スペイン継承戦争では、オランダ軍の筆頭に立ち、イングランド軍総司令官マール・バラコー、ジョン・チャーチルと共に、フランス軍と戦った。マール・バラコーからの信頼は厚く、1703年に、マーストリヒトの守備を固めて、フランス軍を寄せ付けず、1704年に、マール・バラコーがドイツへ南下した後のオランダ防衛を任された。 ブレンハイムの戦いでマール・バラコーが勝利、翌1705年にマール・バラコーがアントウェルペンからナミュールに至る防衛線を攻めると、陽動役を務め防衛線突破のきっかけを作った。1706年のラミーの戦いで左翼を任され、フランス軍を撃破、1708年のアウデナールでの戦いで、左に回り込んで敵本陣を吸収。 勝利に貢献するなど多くの手柄を挙げた。戦後のリール包囲戦の最中に67歳で病死した。同名の息子ヘンドリックはグランサム伯爵に助爵されイギリス貴族として活動した。ありがとうございます。